皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月の24日、10時28分、本日ホームページ淡井圭介の利益の、YouTube 一覧表河川水門開閉式ダム発電地下水流トンネル発電のところに、2013年や2018年などの、河川の氾濫時の、サイトにアクセスできるように、しています。で、まず2013年なんですけども、大型の台風が来て、宇治川と、淀川の上流が宇治川なんですけども、3つの河川が合流してます。木津川とあと桂川です。で、桂川の方は、上流に天石湖、日吉ダムというところがあるんですけども、そこからダムの放水を行ってるんですね。で、片や、宇治川の方も、ダムの放水を大雨の時に行ってるんですよ。で、それによって河川が氾濫していて、宇治川の方に関しては、天ヶ瀬ダム、名称、言い間違えてるかもしれませんけども、小さい K が入ってますので、どういう読み方がちょっと正しいのかどうか、まだちょっとはっきりしてませんので、一旦そういうふうに、お伝えしておきます。そちらの方なんですけども、新しく再整備されて、状況は変わっていますと。あとは、日吉ダムの方が状況どれぐらい変わってるのかどうかっていうところと、あと河川水門開閉式ダム発電を設置しても大丈夫だと言い切れます。まず、琵琶湖から流れてくるところ、それが天ヶ瀬ダムの方に続いていて、宇治川になってるんですけども、その瀬田川のところで、河川水門開閉式ダム発電で貯水します。だから水の流れを一旦止めて、その天ヶ瀬ダムのところから大雨の時に放水しなくても良い状況を作ります。あと、天ヶ瀬ダムから、放水の仕方に関しても横から回るような形で、放水する出口もあるんですね。で、そちらの方を、河川水門開閉式ダム発電のその地下水流トンネル発電のバージョンに、チェンジすることによって、で大量の電気を、得れるような形、遮蔽門がありますので、内部に入って簡単に工事できますんで、そのあたり、600メートルちょっとほど の距離の、ものなんですけども、形状は円筒状なんですけども、直径が28メートルほどの、かなり大きな、水路です。で、そちらの方で、回転扉式に改良をしてと。そうすれば、大雨が降りそうな時っていうのは明らかにわかりますよね。その時に、あらかじめ先に放流しておく。そしてダムの水位を先に下げておく。そして大雨が降っている時には、ダムの放水を行わないで貯水しておくと。こういうふうな形での対応を行えば河川の氾濫はまず起きないと。こういうふうなことになってきます。それを、そのダムと、その内側水系のダムと、日吉ダムと。もしかしたら木津川の上流部の、高山ダムの方もそういった仕組みを、作るべきだと思います。そうすることによってその3つのダムが放流さえしなかったら河川の氾濫はその後河川自体も再整備されてますので、まず大丈夫であると。あとは河川水門開閉式ダム発電をある程度設置した時に河川の底に溜まっている土砂、これを一旦かき出しした方が良いと。こういうような結論は、まず間違いないです。そうすれば排水量そのものが上がりますので。それで河川水門開閉式ダム発電を設置しても、河川が氾濫することにはならないと。こういうような目算になってきます。嵐山の方とかは、また後日、桂川の上流なんですけども、撮影して、天石湖のところまでは行けるかどうかわかりませんけども、川の上流の、高山ダムに
関しては当分はちょっと行けないですね。まあ、嵐山の方もちょっと、一旦は、桂川の方は今年中はちょっと無理そうですね。先に、向こう側の上流だとか、加古川の方を先に、撮影して、どこに河川水門かえ式でも発電を設置するのか、これを、先に、はっきりさせたいと思っています。皆さん、チャンネル登録と、着信通知の設定を、よろしくお願いいたします。私が YouTube にアップロードしたときに着信ロード、設定が来るように。で、設定の仕方がわからない方は、周りの方たちに聞いてください。あと、説明欄のところを、読んでいただければ、助かります。それが私の活動資金にもなってくると思いますので。で、まあ、そのチャンネル、その着信通知がわからない方は、最寄りの方に聞いていただいたり、あと、それでもわからないときは、販売店の方で、聞いてみてください。まあ、iPad とかスマートフォンとか、今、様々な機種がありますので、まあ、なかなか今、説明書がない時代ですので、販売店、まあ、購入された販売店だったら、しっかりと、教えていただくことできるかと思いますので、皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、あと、それと、まあ、自分の身の回りの方に、河合圭介さんの、YouTube で喋ってる内容をしっかりと、聞いていた方がいいと、そのことも、お伝えしていただけると助かります。30、説明のところに、どこの番号を、重要視してるかっていうところを記載しますので、まあ、そこを目を通していただいて、進めていただけたらなと思います。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。